で、えい、あ、三、で、えい、あ、三、四。月の練習過程では、実際に直接体に、あるいは安全を考慮してミット、プロテクターなどに当てて感覚を得る経験も大切である。その中から浸透させうる打撃を考えながら、また単独練習へと戻り、その相乗効果で質を高めていく。相手を突いた時に跳ね返ってくる反動を実感する。沈肩追中、つまり肩が沈み肘がしっかりと落ちていると相手に押し返されないが、肩が浮き腕に力が入り肘が上がった突きでは耐えきれず簡単に押し返されてしまう。こうした練習の延長上に、短い距離からの打撃、いわゆる寸形などの単形が可能となる。単形は近距離から発するため外すことがほとんどなく、また防御する観点に立てば相手の攻撃に対して水手によって練った長形など感覚を駆使して接近することができ、その状態から長距離の打撃に劣らない衝撃を与えられることは戦いを進める上でも大変有利となる。